久保さんまあ、確かにですね、まあ、全部人生競争ですからね、うん、競争から逃れるってことは難しいんじゃないかなと、うーん、会社に入っても、まあまず、会社に就職活動するときも競争じゃないですか、就職活動、ナンパ全員がその会社に面接に行ったら、じゃあ採用されるのかなわけないですよね、選ばれないといけないし、だからまあ、 あのまあ、子供の時はねそこまで関係ないかもしれないですけどまあなんだ運動会とかあまあしテストテストありますよね、まあ、それもね100点なのか0点なのか10点なのか30点なのかみたいな評価されるしまあそういう中で生きてるので。 うん、100点を取りに行きたいのか、100点を取れるのは一部の人間だっつって勉強しないのか、<laughs> どっちでもいいですけど、<laughs> どうしたらいいかですよね、結局自分は。うん。だから一部の人間だ、一部の人しか成功できない、うん、あなたと僕は違う、うん、違うよ、と。<laughs> それは違うよ、と。目も鼻も、うん、なんだ、位置も全部違うだろうし、今までの人生も全部違うだろうし、でもそれを言ったところで何になるの、と。 結局、どうしたいのかと。うん。多分、結局、すぐやる人を、なんだ、分解して、一言で言うならば、結局、どうしたいのっていうね。<laughs> すぐやるかやらないか、うん、どうするのみたいな。うん。多分、そこに行き着くんじゃないですかね。久保さんは、今のままじゃ、まずいなと思ったからじゃないですかね。うん。このままだったら、さすがに、麻雀店も、借金まみれで、まあ、 まあそれもそれでね、まあ、公園でも楽しく生きていけるっていう人生かもしれないけども <laughs>、まあ、少なくてもこうしたいと思ったんですよね。ネットでなんか一発、ヒルズだみたいなね、なんか、憧れたところもあるだろうし、そう思ったからですよね。だからまあ、思わなければ何も始まらないっていうね、思わなければ何も始まらないし、思っても行動しなければ何も始まらないし、 考えてもやらなければ何も始まらないしでも考えなければ何も始まらないしと <laughs>、うん、結局どうしたいのというところでそれが全てなんじゃないですかね、うん、別にできない理由をたくさん並べてもいいだろうし環境のせいにしてもいいだろうし親のせいにしてもいいだろうし会社のせいにしてもいいだろうしコロナのせいにしてもいいだろうし,し,もいいろうしでも結局あなたはどうしたいのと 自分はどんな人生を生きたいのか。まあ、それが全てじゃないですか。言ってらっしゃい。